回出していいです。今出したじゃないですか。危なく割れなくていい。まあ、これは練習だ。これがね、やっぱちょっと前行っちゃうんだよね。ここでさ、バッティングの時さ、はい、どっち掘れた？何やった？どっち掘れた？バッティング右足、左足。右。あ、じゃあ俺と逆だわ。じゃあ突っ込まないようにして。だから残るタイプだな、こうやってな。そういうんじゃないじゃん。そういうんじゃないの？いや、そういうタイプで。残りながらカーブ引っ掛けちゃうタイプだろ。俺、前掘れてたからな。それはトップスピンしかかからない。バックスピンしかかけない。バックスピンかけるんだから。ゴルフと逆なんですね。なんで俺ゴルフもこうじゃん。なってないなってない。そんなになってない。いや俺そんなになってない。こうはならないじゃん。いやどちらかだそう。いや全部状態突っ込んじゃう方じゃん。イメージはね。野球の時は、うん、僕はどちらかって言ったら野球のイメージだとこっからこんな感じなんです。こっちの方がいい。いや、いいと思うよ。多分クソ曲がりするだろうけど。曲がってないっすか？え？まっすぐだって。いやいや、だからあそこからフックしだすよ、また。いや、今の打ち方いいな。ちょっと待った。いや、取ってやろうか。お前の携帯に貸してみ。取ってやるよ。どんだけ明治の台本になっていくか。じゃあ、アイアンで取ってください。いやいや、それでいいよ。後ろから取ってやる。その体重移動が分かった。本当にね、明治の大砲以外何者でもない。あ、スローになってるけどいいの？ええ？スローになってる。あ、スローしないです。オッケー。いいか？オッケー。はい、明治の逮捕。その声いらないから。どこまでも前行け。だから画面から消えるぐらい、これ、僕ら、俺の素振りは。消えねえや。ダメでしょ、さすがにそれは。いいよ。出たよ。ほんと変わり者だから。いいよ。何やってんだって絶対言われるよ。すごい。ちょっと飯さんっぽい。いろんな打ち方しないと分かんないじゃないですか。これであんやってんの？ベタ足の振りの時の一緒じゃん。え？ベタ足の手の振りの一緒じゃん。だからやっぱベタ足は早く使いすぎなんですよ。え？まあ使えてないけど。皆さんに言われたくない。皆さんに言われたくないよ。使えてないよ。あ、これで行こう、アイアンは。これだ。こっちは力入るから。腕の力、ない腕の力ね。行こう。手の振りは良くなる。手の振りはね。下が全く使えなくなっても余計飛ばなくなるんだよね。うるさい。言ってあげてんのに。まあでも手の振り必要だよ。手の振り悪いんだもん。うん、悪いもん。筋肉ないし。うるさいって一言。うるさいよ本当。いや二言でしょ。
つうのいや手のもう腕の振りはほんと完璧よ。だって前にもジャムさんに言われてたじゃん、このそんな練習は必要なんだよって。上から目線なんだろだって上だもん、年が年が上だ。まあ確かにね、いややめて、お前ほじくるから、しかもそんなアップヒルから。ドロー時間だろ。三浦のおばちゃん元気だな。なんだよあれ、いるよな、いないよ、いない、あんな70過ぎいないだろ、トレーニングしまくって。いやでもやった方がいいって。やった方がいい。カービーさんもよ触れとるの、やっぱ暑くなったら触れるんだ。もうさ、こういうクラブを、はい、北海道とか行ったらさ、雨の降った後にさ、あ、洋芝のね、アイアン持っても一切飛ばんからそうなんですよね、そうなんですよね、北海道の芝って。北海道飛ばせたのに、今全然飛ぶ気も、抜ける気もしない。だからこういうクラブも、ほら、優しいやつですね。北海道行く前に気がつけよ。ああ、ストレートドロー。うん、まあ、7番ウッドは入れてないでしょ。いや、持ってんだよ。あ、持ってんすか。入れてはないよ。でも北海道とか7番ウッド持ってて良かった、ね、あー、ちょっと洋芝のちょっとらしたラフとかだからいいっすもんね。川岸さんが7番ウッド。若い頃7番ウッドと9番ウッド作ったんだ。なんでほら、なんか日本オープンとか行った。あ、はいはいはい、ラフからラフだけのグラブとか。あ、確かにありましたね。ビッキングとか3連中打たなきゃ出ないようなラフさ、7番ウッドとか9番ウッドとか出んじゃないですか。そうですね。カビさんってどのくらい上がっちゃうの。すげえ。首痛くなるやつじゃないですか。ヘタできねえか。ヘタできねえな、こんだけ上がったら。ピタ止まり。蝶々だ、蝶々。ちょうどいいわ、蝶々。わお。ちょうどいいか。カギさんの球が蝶々だっていうのをちょっと見したい。やめてくれよ。え、いや全然大丈夫ですよ。やめてくれよ、今ちゃんと秘密練習してんの。いや蝶々見せてください、蝶々。かあ、1ミリもどっちにもいかない球だ。いいよ、そのストップ。はい、ありがとうございます。もういいよ。ね、おばちゃん終わった。終わった。いやー頑張るね、あんた。それね、トレーニング生きがいな。トレーニングが生きがいな。
座って水まく人初めて見たよ。楽した水まき。